うますぎるよ。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、コスパ最強のえのきだけを使った作り置きにおすすめでご飯が止まらない絶品ダメタケの作り方を紹介させていただきます。マジでこれがね、隠し味にちょこっとオイスターソースを加えることで味に深みが出てコクが加わり、なんぼでもご飯包んじゃう危険ななめたけなんでね、マジで大量に作って保存しといてください。ご飯何杯やっても足りなくなっちゃいますし、お酒との相性も抜群で、冷ややっこにトッピングしたりね、もうそのまま食べても絶品です。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。えのきだけ2パック約 400g ね。はい、そして今回マジで覚えてほしいのがこの合わせ調味料、これ覚えとくだけでマジで美味しいなめたけできちゃいます。こちらは濃い口醤油大さじ2杯、オイスターソース大さじ1、お酒とみりんが各大さじ3、砂糖大さじ1、おろし生姜とニンニク各小さじ1ずつをしっかり混ぜて馴染ませた状態。説明欄の方にもね、しっかり記載しときますので確認してください。マジでこのタレやばすぎるのよ。材料は以上でーす。はい、こちらのえのきだけ、この石突きの汚いところをね、ギリギリで切り落としてください。結構ギリギリのとこまで食べれるんでね、ほんともう汚いとこだけ切り落とす。あとは食べやすい長さに切り分けてください。まあ1センチぐらいがいいかな。はい、こんな感じでね、もうズボズボ切るだけです。今回めっちゃ簡単。あとスーパーで買えるキノコ類はね、基本的に洗わなくて OK なのでそのまま使ってください。洗っちゃうと風味やね、味が落ちちゃうので、もう普通に使えば大丈夫です。そしてこのね、えのきだけの根元のところがひっついてるのでバラバラにほぐして、とりあえずね2パックともえのき切ってください。このここめちゃくちゃひっついてるから、まあ、適当にボールなどの上でこんな感じで手でほぐしながら、できるだけね細かくほぐしておいてください。ある程度固まっててもね、コリコリとした食感がよくね、食べ応えも出るんですけど、私はまあしっかりほぐしとく方がいいと思うので、こんな感じでしっかりほぐす。これね、えのき2パックとも切っちゃってください。はい、次はお鍋を用意してください。できたら蓋付きのお鍋がおすすめ。そしてここにまずね、先ほど紹介した合わせ調味料ね、しっかり砂糖やニンニク生姜をなじませて全て入れます。この状態で煮立たせてください。はい、煮汁が沸騰してきたらえのきだけ全て入れます。えのきだけの量に対して煮汁結構少ないんで、焦がさないように気をつけながらしっかり混ぜ合わせて、えのきだけに煮汁を絡めてください。こんな感じね、全体的にえのきだけに煮汁を絡め、ある程度しんなりしてきたら火力をとろ火に落とします。ほんとね、焦げないように弱火よりもうさらに半分ぐらい弱めたぐらいね、とろ火にしてください。そして蓋をします。この状態で時々様子を伺いながら全体を混ぜ合わせつつ、えのきがねとろっとしてくるまで蒸し煮にする感じね、だいたい5分ぐらいです。もし蓋がない場合はほんととろ火でじっくり混ぜながら、たまにね水足してもいいです。ほんと焦がさないようにトロトロになるまで煮込んでください。あいよー、時々ね焦げないように混ぜながらだいたい5、6分蒸し煮にするとこんな感じでトロッとしてきます。はい、あとはね、蓋を開けた状態で2分ぐらいね、もうとろ火のままで構いませんので、軽く水分を飛ばす感じでしっかりタレを煮絡めてください。もうえのきトロットロよ、これほら、マジで大量に作り置きしておくとね、ご飯のお供に抜群でめっちゃ便利なんでね、今回たった2パックだけでもかなりの量できるんで、マジ作ってみて。えのきはコスパいいですしね、これだけでもマジでご飯止まらん。しかもね、ニンニクや生姜の風味も効かせてるんで、おつまみにも抜群ですしね、冷ややっこなんかにトッピングしたら最高なんで、マジ作ってみて。はい、こんなもんかな。ある程度炒め合わせて水分飛ばしたら OK。
じゃああとはね、粗熱を取り除いて清潔な保存容器に移し替えて冷蔵庫で保存しておいてください。結構しっかり煮込むんで1週間ちょいぐらいはね日持ちすると思います。あいよー、完成しました。マジでこれがねとろっとろのシャッキシャキでガチでやばい。ほんとねこいつがうますぎるよー。あいよー、ということで今回はねおつまみにしたいのでやっこにたっぷりトッピングしてネギ散らしときました。マジでこのねなめたけガチで美味しいしね、ほんと作り置きにおすすめなんでぜひ一回作ってみてください。はい、それでは、今日も、パオいただきます。やばい。やっことの相性抜群。マジでじっくりとね、弱い火力で蒸し煮にしてるので、このなめたけの中までしっかり味が入ってて、もうトロッとした感じと、えのきのシャキシャキっとした食感が見事にマッチして、これなんぼでもいける。これはやばい。もう普通にね、食べても美味しい。絶対これお酒との相性抜群。しかもね、もう熱々ご飯なら間違いなく何倍もおかわりしちゃうんで、このなめたけぜひ作り置きしておいてください。ほんとえのきだけはね、コスパ抜群ですし、たった2パックで結構大量にできるんで、しかも1週間ほどは日持ちするんでね、ご飯のお供には困らなくなりますよ。うまっ。やっぱ今回ね、少しオイスターソースを加え、味にね、コクと深みを出し、ニンニクや生姜で食欲を刺激する風味を加えてあるので、箸止まらんやつ。めっちゃうまいわ。これお酒飲む前になくなっちゃいそうやしね。早速飲んじゃいますか。はい、ということで今日も行っちゃいましょう。乾杯。あえー、うまい、間違いない。これは酒進むわ。まあお酒飲みながら言うのもなんですが、えのきだけってね意外と栄養も豊富で食物繊維もたっぷり含まれてるんで、このね腸内環境などを整えてくれて、もう中から綺麗になっちゃうんでね、マジおすすめよ。うまっ。いやこれ焼酎、ビール、日本酒、ハイボール何でもいけるな。マジで美味しい。このねちょこっとだけオイスターソースを加えたあのタレ、マジで覚えておいてください。抜群にうまい。今回はね、あのなめたけを作りたかったんでえのきだけを使って作りましたけど、あのタレね他のキノコ類でもいいですし、佃煮とか作る時もねおすすめなんで、マジやってみて。もうコスパ最強のもやしを佃煮にするとねめっちゃうまいんですよ。その時にも今回のタレでねじっくり煮絡めていって、もうタレがなくなるぐらいまでね煮詰めたら完成しちゃいますし、それもご飯のお供に抜群ですしね、ほんと今回のこのタレだけ保存必須です。このなめたけだけでも十分酒飲める。いやこれブラックペッパーとか一味唐辛子振りかけたらほんまに酒止まらんと思うわ。マジで作って試してみて。うまっす。